肩が、ああ肩が痛い。起き上がれない。すごい景色。皆さんおはようございます。五十肩マックス三津先生旅です。現在タイバンコクに滞在しております。わあすごい景色。さあ今日はピンクのガネーシャ、ピンクのガネーシャのところで願いを3倍速で叶えてもらいたいと思います。肩痛い。行ってきます。おー明るくなってきました。ちょっと曇ってますね。さあ暑いかな。結べない。肩が痛くて結べない。やばい、どうしよう。髪の毛ぐちゃぐちゃなんですけど、どうしよう。まあいいか、誰も見てないから。ではピンクのガネーシャまで行ってきたいと思います。それでね、今日はあの半日でね、あの、ピンクカネーシャーと、あとあのワットパクナンパスイチェルね、はい、はあの2カ所で行きますからね。ここからあのピンクカネーシャーが大体2時間くらいかな、ね、はい、もうあのちょっとバンコクからゾッとかあの離れてね、あのなんかチャシュンサオの県ですからね、はい、はい、チョンブリー県とかチャシュンサオとかあのパタヤのもうあのところが近くからね、はい、じゃあだからあの今日はね、あのまだ休みだから車が空いてるかもしれないですね、はい、まだあのあのタイの休みですね、Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.Today's gonna be a good day. Wake up. Today's 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 gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think that
always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. はい、皆様おはようございます。三つ先生旅です。今日はですね、タイに来ています、タイの今日はピンクのガネーシャに会いに来ています、ここのお寺の名前がワット・サーラン、ワット・サーラン・ラッターナム忘れた、書いておきます。どこで伸ばすか棒の入るところがよくわかんない。行ってきます。鳴らしたい。おお、シュールだな。うわ、巨大な神様、バラモンの神様かな。うわ、すごいね、巨大だね。もう金銀財宝つけてるし、すごいな。なんかね、さっきガイドさんが言ってたんですけど、ここは事業で大成功した方が、その方をね、亡くなった時に奥様がその方の功績を称えて、この施設をね、作ったらしいんですよ。もうすごい広大な敷地の中にこういろいろな仏像とかね、あ、これもね、皆さんこれ竜でした。ずっと先に頭がありました。こんな感じでもうすごいです。え、手で組んで流すってこと？手で流すんだ。あ、流すんだ。すごい、初めて。トイレの中に池がある。これも1個、これも1個、あとは花5個。あ、そんなにもらえるんですね20バーツで。その3点セット、おこ、ああ、ろうそく、うん、あとお花、お花ね、はい、はい、どうぞどうぞ。
これを立てればいいんですか？本当は立てるからもうできないだからもう、いいの？大丈夫、もう寝てても大丈夫？はい。あとね。うん、はい。お線香？はい。お香。読んでもらいます、ね、はい、だからお願いのことの時が、うんうん、オーナオームシータネーサーヤナマハ、うん、オームシータネーサーヤナマハ三回、うん、オームシータネーサーヤナマハナマハ、はい、オームシータネーサーヤナマ ハ, ナマハオームシータネーサーヤナマハ、はい、オムシカネシャヤナマハ、はい、オムシカネシャヤナマハ、はい、それでお願い、ここでお願い、はい、お願い事したいと思います。登録者10万人よろしくお願いします。お願いの時に、そしてこのネズミさんにお線香を立てて、それでお花をここに。これで金箔を貼ります。これ全部貼るんですか？金箔。金箔は全部でどこでも。どこでも、はい、どこでもいいんだ。自分のネズミ。ちょっと私は右肩が痛いので肩に貼ります。よいしょ。難しい。金箔ね、たくさん、金箔結構たくさんあるんですよね。じゃあネズミさん、かわいそうだからネズミさんに、自分の誕生日のネズミにお参りします。私は火曜日なのでピンクです。さっき32度だったけど多分もっと今暑いと思います。ちょっと話しますね。もうめっちゃ、はい、ピンクのガネーシャにやってきております。お化粧はもう取れております。はい、もうね、日焼け止めさえ大丈夫だったらもうオールオッケー。はい、はい、叶うといいですね、願い事。
綺麗ですね。真っ白。はい、ワットパクナムにやってきました。はい、行ってみたいと思います。ですね、エントランスはこのね右の方から入ります。右側に靴を脱いでお靴を入れて、はい、そして中に入っていきます。土足禁止ですよ、気をつけてください。一度ね5階まで行くとあのキラキラしたあの場所が見れると思います。ちょっと暗くなるので1回止めます。あまりにも暑いので珍しく炭酸を買ってみました。おいしそう。45バーツ。こんなバッグとかしてますよ。え、ちっちゃいの買おうかな。これいくら？いくらなんだろうこれ。
ちゃいの欲しいかも。バッグに入るかな。これいくらなんだろうな。How much is this? What? 730? 700 baht. 700 baht.
Number 5, please. Okay. そして私はですね、ユニクロを求めて歩いております。なぜかというとですね、下着をですね忘れてきましてですね、またいろいろとやらかしておりますが下着を買いに行こうと思います。しかもユニクロです。490バーツ、いくら、2000円ぐらい、2000円、プライスダウンで490。ユニクロ、タイにしたら海外ブランドですからね。どうしよう。はい、ワットポーに向かって歩いております。この辺はもういろんな匂いがします。お土産屋さんとかがいっぱい。あ、ケーキ屋さんもある。めっちゃ美味しそう。疲れてるから甘いものが食べたくて。美味しそうですよね。めっちゃ美味しそうだけどやめておきましょう。あ、これかな？ワットポー。これでしょうか？この辺はあの可愛いカフェとかもすごくたくさんありますね。どっちなんだろう。
何屋さんの。ハロー。ここには可愛いタイパンツがありますね。300高いな。300高いけど可愛いな。ワットポーに到着しました。すごい綺麗なお寺です。はい、中に入っていきたいと思います。はい、ここは太鼓式マッサージの総本山なんですよね。なのでマッサージを受けたいと思っております。どっちに行けばいいんだ。わー、300バーツかかるようですね。はい、並びましょう。すごい美しいお寺です。マッサージできるかな。これね、一枚一枚こうモザイクを貼り付けてるみたいな感じですよ。すごいね、美しいね。マッサージに到着しました。はい、今マッサージが終わって帰ってきました。いやー、めっちゃ楽になりました。体、さすが体式マッサージ。私これもね、自宅でこれ体式マッサージを私自宅でもやらせていただいてるんですけど、すごい勉強になりました。やっぱり総本山だけあるなと思って。あ、後ろの人肩痛いね。同じだね。そう、だいぶね、肩ね、ちょっとね、いい感じですよ。痛かったけど、ちょっと軽くなりました。あー、痛かったんだけど、よいしょ。フットマッサージもしてもらって、あ、だいぶ楽になりました。はい。では、いよいよ私が見たかった、リラクシングブッダ。横たわるブッダを見ていきたいと思います。ドキドキします。中入ってみましょう。ここは靴を脱いで入ります。よいしょよいしょよいしょ。もう超巨大です。
メラに収まりきれませんね、これね。ちょっと倍率上げますか。倍率下げ、上げる？倍率下げる。もうね、巨大すぎて言葉がない。すごい。ずーっと体ですね、ずーっと体。これを買いまして、この中にこう入れていきたいと思います。この大きさ伝わるかな。いただきます。乾杯。
ホテルに戻ってきました。今日はですね、朝から大変でした。はい、念願の、ピンクのガネーシャを見に行ってこれました。お参りしてきました。はい、そして、MBK センターっていうところで降ろされたので、MBK センターを見てから、すぐ近くにサイアムパラゴンっていうまた大きなショッピングセンターがあるんですけれども、多分大人女子はそっちの方がいいかなと思います。ちょっとしたこうハイブランドがあったりとか、あとはフードコートがすごい充実していて、ミシュランに選ばれてるお店も結構入ってますので、はい、結構美味しいものが食べられるんじゃないかなと思います。私はピンクのカオマンガイを食べてきました。はい、念願叶いました。よかった。はい、そしてそれから、またこれもね、念願だったワットポーに行ってきました。はい、こう涅槃仏ですね、寝ているこう仏様のところに行って、そこは太鼓式マッサージの総本山なんですよ。私も太鼓式マッサージやらせていただいているので、はい、そこでちょっとね、こう自分が施術を受けてちょっと勉強してきました。はい、すっきりしました。はい、それで今日の戦利品、今日買ってきたものをご紹介します。はい、まずはですね、ほら下着を忘れたのでこれですね。はい、これね、ユニクロのね、はい、これだけでもう大丈夫なんです。はい、もう一個あるからね。はい、あとはじゃじゃーん、これワンピース、ゾウさんのガネーシャの、じゃーん、あ、こっちか、涼しげでしょ。明日着ようかなと思って。これね、日本円で、1600円ぐらいかな。結構かわいいので買ってきちゃいました。はい、そしてこれがスイカの飴、美味しそうだったからお土産に買ってきました。はい、あとはマンゴーキャンディー、これも美味しかったので買ってきました。はい、そして、ドライマンゴー、ドライマンゴーと、あとは娘に、これは何、ゼリー、ゼリー大好きなので、タイのゼリー、これを買ってきました。はい、あとですね、コロコロね、持ってきますね。これをね、 MBK センターでゲットしたんですよ。日本円だと多分2500円ぐらいかな。できてたのかどうかは分かんないですけど、お値段引いていただいて、はい、650バーツだったかな。確か、そのくらい。はい。もうね、肩が痛くて、バックパック背負えないんですよ。で、前にかけてたんですけど、前もね、だんだんこう内側に入ってきちゃって、もう痛くなってきちゃったので、もうこれはあれですね、おばあちゃんのコロコロ、なんていうの、おばあちゃんがこう押すやつあるじゃないですか。もうああいう用途として買ってきました。ああ、ここに荷物乗せて歩けたからちょっと楽でしたね。はい、あとこれオレンジジュース。あんまり私甘い飲み物飲まないんですけど、もうさすがに疲れてるんでしょうね。こういうの飲みたくてしょうがない。はいはい、ということで2日目が終わりました。肩マッサージでだいぶ良くなったんですけどね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お風呂に入って寝ようと思います。おやすみなさーい。あ、夜景見せますね。最後に夜景見えるんですよ。見えるかな、ほら、いいでしょ、このホテル。 HIS さん頑張ってますよね。はい、詳しいレビューは最終日にしようかなと思います。では、おやすみなさい。はい、皆さん、本日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。三津先生の1000のチャレンジ、ようやく800台に乗りました。詳しい内容は、概要欄の方に書いておきますので、ご興味がある方はそちらの方をご覧ください。はい、今回はぼったくり未遂に遭っております。日本人にとっては大した金額ではないかと思いますが、
タイの人たちにとってこのぼったくりをするという行為が、これからのタイの観光業にとってあまりいいこととは思えないので、私はなるべくそこに加担しないように気をつけていました。とはいえ、騙されていることを知らずに多く払っている場合もあるかと思いますが、分かった範囲で気をつけていきたいなと思いました。タイだけではなくて、日本でもどこの国でもいい人もいれば悪い人もいると思います。はい、その辺は冷静に判断をして、タイのイメージが悪くならないようにお伝えしていきたいなと思っています。これからタイに渡航する皆さんの参考になれば幸いです。はい、三津先生の本職はヨガセラピストです。体調の悪い方やシニア、更年期、がんやうつ、そういった方にヨガをして心と体と回復していこうよという活動をしております。詳しいことは概要欄の方に書いておきますので、こちらもご興味のある方はぜひご覧ください。そして三津先生と一緒に人生を楽しむ、旅に出たいなと思う方は、いろいろな企画をしておりますので、よかったらこちらの方もご興味があればぜひご参加ください。それでは次の動画も老眼に鞭打ち頑張って編集しております。もうしばらくお待ちください。